ジか、負けちゃったよ。いいよな、爆投げがある人は。羨ましい。0523、のりこ寒くないか？寒くないよ、暖房が効いてるから。0523、のりこタバコ吸うんだ。うん。キング姫さん、のんちゃんはどさん励ましてやって。はた、ありがとう。やめちくりんさん、 www わらわらわら。大義さん、ゴールデン町にいそう。のんちゃんが映っている。うん、のんちゃん映ってるね。
卵みから疎配深夜さんさん、何を悩んでいる？金魚姫さん、落ち込まないで。うん、俳優やりたかったな。ご飯どうする？どうする？1000ポイント差か。スーちゃんさん、あれ？メガネない。うん。メガネする？うん、いい。スマホは見えるから。食欲もなくなっちゃったよ。のんちゃん、コーヒー買ってきて。うん。
めたいの？うん。あ、俺の財布からお金持ってったよ。うん、大丈夫だよ。うん。なんか応援してくれてた人に申し訳ないな。ありがとう。金魚姫さん悔やんでいても仕方ないよ。次のことを考えようよ。うん、
1000ポイント差か。悔しいな。金魚姫さん、悔しいね。悔しいね。悔しいね。何に負けたのかを説明しないと役がわからないぞ。多分イベだと思うが。
きなこさん落ち目だな、かつのりさん落ち込んだふりは下手だね。あさん、配信者の最低限の責任って中途で来た人にも説明するって思ってたが、よく考えたらそれやるとキリがないときあるね。いや、途中で来た人に説明責任ないと思うよ俺。うん、ループになるから。ないと思うよ。うん、一回話せばいいんだ。まあ確かに、うん、自由に話して関わっていけばいいんだと思うよ。拾いたいコメント拾って、なんだろう、自分が話したいようにやるのが一番いいんじゃないかな。俺らね、あれだから好きなようにやるのが一番いいよ。腰が痛いな。じゃあ逆にリスナーも通知許可してみろってなるね。あ、いや、見たい時に見てさ、やりたい時にやって自由にやるのが一番いいと思うよ。なんか強制をするつもりはないけど、通知許可してみろとか、なんかもっと気楽にやっていいと思うよ。そうそう、和田さんらしく好きにやりなよ。みんなそんな和田さんを応援したいんだから。ユンタさん、初見で SMM。 もうドラム叩き行こうよ、のんちゃん。のんちゃんも行くの？たまには手伝ってよ、一緒に行こうよ。なんいつも寝てるだけじゃん。初見です、ここプレゼントしました。初見です、ありがとうね。たまには付き合ってよ。キングヒメさん、ロンちゃん今日は付き合ってやって。カラオケこの前行ったもん。杉本さん、落ちてるの？ちょっとへこんでるかな。さん、説明求めるんならリスナーも通知許可して最初から見ろって意味ね。あ、いやいや、俺はそれを求めてないよ。あの、見たい時に見てくれていいと思うよ。なんかそんな気張るもんじゃないっていうか、俺もただ垂れ流してるだけだし、自由に行こうよ、自由に。
に、なんだろう、なんだろう、好きにやろう、自由にやろう、別に何も求めてないよ、リスナーさんに俺は。ユンタさん、何に負けたんですか？イベントキング姫さん、気楽にね。うん、ペンタ行こう、ペンタ。ペンタ？スタジオ。ユンタさん、かなりへこんでますね。あゆみんさん、辛いですね。昨日まで1位だったからな。俳優やりたかったね。まあしょうがないけど、応援してくれてた人に申し訳ないね。残念です。あさん、深夜町あたりが説明したくないとそういうことを言う。ユンタさん、後ろの方は彼女？うん、